レルヤ、皆さんお元気ですか。今回の聖書はマルコの福音書16章15節であります。暗記している方が多いと思いますが、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。実はですね、今ローマにおける世界選挙会議が帰ってきたところなんですけど、この会議の目的は去年マドリードでやったと同じ目的で、今ヨーロッパにたくさんの難民が逃れていっておりますけど、そのほとんど全部イスラム教徒なんですね。そのイスラム教徒を恐れないで、嫌わないで、これを愛して福音によって彼らを救いましょうという会議を去年スペインのマドリードで持ったんですね。それでね、今年はローマで持ったんですが、それはイタリアからプロテスタントの代表たちが30年くらい来ておりましてね、この素晴らしい会議をローマでもやってほしいというのでローマでやることがいたしましたね。で、そのローマの会議から今帰ってきたところなんですけれども、今ヨーロッパにどんどん難民が逃れてますけれども、ほとんどイスラム教徒でご存知のようにね、その彼らを救いましょうというね、福音によって救いましょうというそういう会議なんですが、とても有意義な会議でした。で、帰ってきたところなんですけれども、この有名なマルコの福音書の16章15節が、その小玉のように私の頭の中に残ってまして、これはですね、世界宣教大命令で有名なんですけれども、暗記している方多いですね。もう一遍読みます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。で、これは宣教大命令の一つですが、実は宣教大命令というのはね、新約聖書に5つあるんです。4福音書に1個ずつと、それから使徒の働きに1個、合計5つですね。で、この5つの宣教大命令の中で、明確な命令というのは2つだけなんですね。この今読んだマルコの16の15、明確な命令ですね。いいですか？全世界に出て行き、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。命令でしょ。もう一つはね、マタイの28章の19節、20節も入りますけれども、これがね、命令なんですよ。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。命令でしょ。そして父子聖霊の皆によって彼らにバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これ暗記している方多いんですけども、この二つが命令なんですね。最後の宣教大命令はね、人の働き一章八節ですけど、それはね、命令ではないんですね。明確な命令は5つの中の2つなんですね。それで使徒の働きの1章の8節は、これ暗記している方多いんですけども、これはですね、最後の宣教大命令、イエス様が昇天される直前に弟子たちになされた宣教命令の一つなんですが、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。私の証人となりますよということね。命令ではないですね。こうなりますよ、聖霊下ったらということでしょ。命令はマルコ16の15、全世界に出て行き、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。あなた方行ってあらゆる国民の弟子としなさい。この二つが命令なんですね。この命令を忠実に実行したのは、地上最初の教会、エルサレム教会ですね。文字通り実践しましたね。この二つの宣教大命令をね。使徒の働きの五章に、その初代教会の、つまり、地上最初の教会、エルサレム教会の伝道の姿がありありと記されておりますね。使徒の働き5章27、28。彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。なんということだ。
エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと大祭司は列家の方で怒ったんですが、これは3度目の逮捕なんですね。弟子たちは伝道して逮捕されました。民衆の手は殺すわけにいかない、しぶしぶ解放した、また伝道やってますね、また捕らえてきました。今度天使が解放しましたね、また伝道やってます、また捕らえました。つまり3度目の逮捕ですね。逮捕されてどこに連れてこられましたか。27節、彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただして議会の中に連れてこられたですね。議会の中に立たせると、つまり議会というのはサンヒドリンと申しまして、70人議会とも言いますが、ユダヤ人から選ばれた70人の議員たちが馬蹄形に並んでいるそうですね。で、裁かれる者は見下ろされるようになっているんですね。そこで裁かれました。いつもこのユダヤ国会の議長はユダヤ教の大祭司で、議長である大祭司が列国のごとく怒って言いました。言った、あの名イエスの名によって教えてはならないと厳しめにておいたのに、なんというとおりだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと列国のごとく怒ったんですが、この大祭司の怒りのことを見てください。なんということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、あれほどイエスの名によって教えるなと言ったら、なんてことだ、エルサレム中のお前たちの教えを広めてしまったじゃないかとありますが、この広めてしまいというのはですね、プレローというギリシャ語で広めるというよりも満たした、充満したですね。お前らの教えをエルサレム中に充満したじゃないかと怒ったんですね。ですから英語の訳はみんな同じです。You have filled Jerusalem with your teaching。 つまりプレローっていうのはね、広めるっていうよりも満たすって意味なんですね。例えば器に水を、あれ葡萄酒をなみなみ溢れるほど入れるの、ね、それプレローっていうんですよ。充満する、水は葡萄酒を器になみなみ入れる、あるいは溢れる、溢れるから、ね、洪水って意味があるんですよ、プレローにはね。そこで口語訳はお前たちの教えを氾濫させと訳します。氾濫させ、つまり氾濫ね、洪水ですね。わかります。そういう意味なんですよ。だからなんていうことは、お前たちの教えをイスラム教に広めてしまいじゃなくて充満させですね。つまりエルサレムがあらゆる家庭に福音が入ったんですよ。それは伝道ですね。つまりマルコ16:15、文字通り実践したのは初代教会なんですね。あらゆる家庭ですよ。これは伝道なん。伝道というのは教会を伝覚することじゃないの。大きい教会を作ることじゃなくて、その町の、その村の、すべての人の人に福音を伝えること。その町の、その村の、すべての人に福音を伝えることが伝道なんですね。すべてに伝えなさい。大きい教会作れないか一言も言ってないですね。伝道の結果はそれはあるところで教会が大きくなるんですね。だからあくまでもその町のその村の全ての人の福音を伝えることなんですね。でこれ私分かったのは京都で伝道している時なんで、京都で学生伝道して教会が大きくなったんですが、まあ礼拝20年くらい小さい教会が急に大きくなったんですね。それは学生伝道したから、どんどん学生が救われてね、大きくなったんですが、まあとにかくですね、入りきれなくなってね、教会と20年くらい小さい、ね、教会だったら大きくなりましたね。ついにボレビルセンターの中にね、その250人くらい入るんですけど、その大きな教会に学生たちいっぱい来るようになりましたね。一級をやってたんですけども、その時ね、実は高慢弟子だったしね、大きな教会と思ってね、胸張って伝道してました。ところがね、謙遜になる時が来ました。というのは、どういうことかというと、小山礼二先生が電話かかってきてね、奥山先生、また海外選挙したいんだけど、会堂貸してくださいって、ね。どうぞお使いください。で、その時ね、さらに小山先生がね、もう一つお願いがあります。実はね、お客さんが二人来てました。韓国からね、一人は牧師、一人は長老なんだけども、4日間先生の牧師館に置いていただけますかって言うんですね。あの牧師館ってのはね、私の
教会堂はボーデビルセンター買い取った教会堂ですからね、ちょっとおかしな作りで、2階に牧師館があるんですけどね、だとリビング口の他にね、5つね、その6畳間があるんですよ。で、1つ使って4つ空いてるでしょ。で、大山先生、よく知ってるうちの教会のことね、よく使いますからね。だから先生、悪いけどね、先生の牧師館に4日間ね、お客さんを置いていただきたいんだけど。っていうんですね。で、どうぞご自由に。それで、韓国の牧師さんと長老さん来ました。2人泊まったんですけども、ちっとも私のこと褒めないんですね。羽鳥先生も私思いました。本田先生も思いましたね。あんた若いのに大したもんや。本田先生よく言いましたね。こんな大きな会と思ってな、学生伝道して大したもんや。羽鳥先生はあなたは立派ですとか褒めてくれてね。で、私も息になってた。ところがこのお客さん2人とも褒めないんです、私はね。で、4日目になりました。次に私を褒めるように、さすみず出したんですね。そしたら、その牧師さん気がついてね、こう言ったんです。奥山先生、教会ってのはでかいから行ってもんじゃないで。韓国行ってごらんなさい。何万人の教会ありますよ。アメリカ行ってごらんなさい。何万って集まる教会ありますよ。日曜日。しかし、お互いに名前も知らない。病気になっても訪問もしない。それ教会ですか？たとえ会員が5人でも10人でも、家族のように愛し合い、誠の愛を支え、誠を伝道していたら、それは教会ですよ。私はそういう誠の教会を見たかったんだ。まだ一つもお目にかかっていないって言ったんですね。で、この辺で私もね、もう反省すべきなんだけども、生意気だったら私もね、高慢でね、それどういう意味ですかって喧嘩になっちゃってね、大論争して、もうね、伝道とは何か、礼拝とは何か、教会音楽とは何かまで議論しましたね。そしてその議論とても良かったんです。私は伝道しましたけど、教会大きくなったからね、人のやるようなことをやってただけのことなんですね。それでね、本当の伝道って何かっていうことをね、もういっぺんね、聖書から調べ直そうと思ったんですね。そうしたらね、祈祷会の使徒行伝って昔言ったんですけど、人の働き、今ね、ずっと公開説教しててね、ここに差し掛かったんですよ。つまり、口語訳だったんですけども、5章の28節、言った。あの名によって教えてはならないと旧約聖書に書いてあるのは、なんていうことだ。エルサレム中にあなた方の教えを氾濫させというのは、公約の訳だったんですね。こちら広めてしまいでしょ。ところが氾濫させというのはね、公約だったんですよ。お前たちの教えをエルサレム中に氾濫させてと第三者は怒ったわけですね。この氾濫させっていう、この一言で私ね、本当に神様に、ね、悔い改めたんですね。どういうことかっていうと、私の教会大きくなったのは京都でね。しかし、福音は何も氾濫しないの、京都に。京都はびくともしない。古い都、京都はびくともしません。ただ私の教会はでっかくなっただけの話ですね。これで私は反省したんですよ。神様、京都に福音なんか氾濫しておりません。許してくださいって悔い改めたんですね。で、これからは本当に聖書的な伝道しようと思って、それでね、深い反省した時に、引導者に召されたんですよ。引導者に召されて、引導者行きますって立ち上がったでしょ。それで、古山先生という素晴らしい先生、やがてビリー・グラムを通訳したんですが、この方アメリカから呼んできてね、うちの教会の牧師になってもらって、私は引導者への準備に取り掛かったんですね。ところが、ドーンと内乱が起きましてね、しばらく行けなくなったんですよ。その時私はね、そうだ、行けるまでゼロから開拓伝道しようと思ったんですね。どっかの教会牧師になると動けませんからね、開拓伝道はいつでもパッと手を離せますから、とにかくゼロから開拓伝道しようと思いましてね。それでね、やったことないゼロから開拓伝道することにいたしまして、そうすると、ブロックソムという宣教師がおりましてね、この方、頭のいい人で、名刺屋さんなんですよ。関西で一番難しいとこを探してほしいと頼んだんですね。私、一番難しいところで伝道したいもんでね、どうせするなら、優しいところじゃない、難しいところでやろうと思ってね、調べてほしいって言ったら、わかりました。彼はね、
調べたんです。関西の 主な町に、ね。この町、30年前クリスチャンどのくらい、今どのくらい。この町、30年前クリスチャンどのくらい、今どのくらい。ずっと調べた結果ね、なんと、八尾と泉大津が一番悪いんです。そういう、教会成長率がね、むしろ減ってるんですよ、クリスチャンが。八尾と泉大津っていうところですね。それで祈って八尾だって決めたんですね。その時ね、私、金を連れて八尾に行ったんですよ。子供二人、子供二人で若者二人みたいな、年子でね。それで連れて4人で行きましたね。それで、ちょっと家を小さな家に借りてね、泊まって、泊まり込んで、そこで、そこから、ゼロからの開拓を始めましたね。平安そのものでした。目的発見します。八尾15万、すべての人に福音を。八尾15万、すべての人に福音をですね。イエスの命令はすべてに伝えなさいですから。八尾の地図があってきて、二つに分けて、家内の訪問するところ、私の訪問するところ、分けましてね。一軒のことだと訪問しました。すべてに福音をっていう場合ね、祈って方法を考えたら、一番硬いのは訪問伝道だと思って、一軒一軒、もう漏れなくやろうと思ってね。で、私の家内はね、静かな女性ですけど、訪問伝道のたものがあるんですね。そこで、家内はね、一番の行き帰り、ね、自分の地域を訪問しました。一軒残らずね。で、私の方は、ほら、時間がありますから、広く取ってね、一軒残らず、一軒も飛ばさないで、ずっと訪問伝道したんですが、なんと家内は赤ちゃん二人、乳母の前に乗せてね、乳母を引きながらね、伝道しましたよ。ね、もう、物見事みたいなもんだね。まあ、それでね、一軒残らずやりましてね。それで、彼ね、生き生きやってましたね。今日は仏教とキリスト教の大論争になっちゃったとかで帰ってきますね。で、私も一軒の方でやったんですけども、訪問するとね、女性にしか会えないんですよ。日本経済ってちょっとわかりにくいですね。昔は貧しかったけど、主婦の方みんなうちにおりましたね。おりましたけれども、結局ね、訪問すると女性にしか会えないんですよ。すべてのものに福音をでしょ。で、私はね、なんで男性に会えないのか。男性に会いたくなったんですね。訪問すると女性しかいない。ね、そこでね、男性いついるの、どうだ、日曜日いるはずですね。どうだとか、ゴルフに行ったとか、なんとか言っていないんですよ。そこで私はね、どうしようと思って、すべてのものに福音をでしょ。女性だけじゃダメだ。男性にもしようと思ってね。そうだ、行き前がいいと思ってね。駅前で路傍伝道やろうと思ったんですよ。路傍伝道ね。駅前で。これ朝やったんですけどもね、大失敗でしたね。みんな電車乗るの急いでますから、皆さん聞いてください、聞いてください。誰も聞かないですね。そこで、ドワーッとトラックを配ったんですよ。八尾っていうのはね、細長い町でね、近鉄だけで4つの駅があるんですね。わかります？で、時間を変えながらね、私はずっとトラックを配ったんです。毎朝、四つの駅に行きまして、5時から6時まで、駅のこっち側、ね、次の日今度はね、こっち側、四つ、少なくとも一つに四つの出入り口あるでしょう。ずーっとやったんですよ。もうトラクトを配布しかなかったですね。で、これは何やったかっていうと、すべてのものに福音をっていう目的を発表してるんです、聖書はね。わかります。で、やり方を変えてないの。で、やり方は自分で編み出そうかないんでね。ですから、訪問伝道が一番いいと決めてこうやったわけでしょ。それでやったんですけども、男に会えないからね、男に会うために行き場に立ったわけですよ。それでザーッと、トラック配るだけだけで配り尽くしました。幸いにしてね、トラックって高いんですが、神様はね、米沢の月岡さんを召してくださってね、月岡さんによると、なんと、自分の後ろで恋がしたんだって。マルコ 16の15。全世界に出て行き、すべての作られたものに救いのべ伝えなさいっていう、鮮やかな声を聞いたそうです。なんだと振り返ったら、もちろん誰もいない。彼はその時、米沢大学で電気工学の専門家で講師として教えてたんだけど、それをやめましたよ、彼はね。その見言葉通り、トラクト伝道しようと決めて、それでね、大学辞めて、
米沢の駅前に 月岡電気店っていう電気店を開いてお金儲けしてね、そのお金でどんどんトラクトを作ったんですね。だから郵送料だけで何千枚でも送ってくんですよ。助かりましたよ。そこでね、私たち全身電動するときに月岡さんのトラクトによって本当に助かったの。それでずっと配り続けましたね。わかります？だから駅前ではね、ずっとトラクト巻きました。それは男に伝えるためですね。全てですから、女性だけじゃダメなんでね。ここで分かったことはね、こういうことなんです。町の人はどんどん教会に来たんですよ。簡単に言いますと、町の人は。それで、3ヶ月目に街道を作ったんですよね。なぜ作ったかというと、25、今に居座ったんですけど、建て礼拝室が出てきたんです。3ヶ月くらい経ったら。教会来たわ、建て礼拝じゃ申し訳ないと思って、街道を作ろうと思ったんだけど、お金がない。そしてある人は、先生、半端のプレハブ、30万で売ってますよ。半端のプレハブ、中古品、30万で売ってますよ。それだって言うんでね、それ買い取って、それでね、ブロックを置いただけでね、もう建築局がええから、ダッダッと、業者が建ててくれますね。60人くらい入るんですよ。で、リサイクルショップで椅子を買ってきてね、並べてね、60両椅子を並べて、これは八尾第一街道ですね。わかります？ですから、3ヶ月目に街道作ったんで、ゼロが初めて。わかりますか？で、これはね、日本新記録ですよ。日本新記録出すのにやったんじゃなくて、やってたら結果そうなっただけのことだよね。それで、半年過ぎてね、10ヶ月くらい前になったらね、だんだんと増えてきてね、その60人、はい、ぎっしりになってきましたね。もう、礼拝、わかります？ 60 の椅子、全部満たすことになってまいりました。で、こういうわけで、どんどん町の人はね、教会来たんですよ。ところが、新しい発見をしました。村の人はほとんど来ないです。市議山って山がありましてね、八尾には市議山って山がありまして、4つの村があるんですよ。その村もやったんです、私は。その時ね、実は、あんまりうちが多いんで、同日はね、新学生2人呼んでね、4人でやったんですよ、同日はね。わかります？あんまりうちが多いんで。で、その時ね、その市議さんのふもとに4つ村があるでしょ。そう思いみんなやったんだ、我々は。何人来ましたか、4つの村から。半年で経って1人。女子高校生1人来ただけですよ。村って、だからびくともしない。わかります？同じ人物が同じ情熱、同じやり方でやっても、ね、町の人はどんどん教会来たんですが、村の人は来ないんですよ。わかります？ですから、教会でっかい、小さいは場所によるんですね。わかります？だから同じ人物が同じ情熱、同じやり方でやっても、町の人は教会来ましたが、村の人は来ないんですよ。だからどのくらい集まったかっていうのは、その場所によるわけですな。だから皆さん、自分の教会小さかったら失望しないように。それは場所が悪いだけの話ね。だからいっぱい集まったっても困難ならないよ。それは場所がいいわけだ。わかりますか、まあ、そういうのでね、目的をはっきりしてる。すべてに伝えなさい。それですべてに伝えるためにやりました。そして、10ヶ月経ちましたね。50人、60人で礼拝集まってましたが、いよいよインド市へ行くことになりましたね。次の牧師を呼んだんですね。その時は彼に言いました。この教会の目的は、ヤゴ15番すべての福音を伝えること。だから、今、やってるこの場所は、高安って、端っこの方にある、ヤゴの端っこの、それで、ね、少なくとも、細長い八尾だから、いつ許可作らないと浸透しないの、福音は。すべてのものに福音をという場合、これ高安だけではダメ。だからいつ許可作って浸透させること。50人いるから、ね、礼拝をみんなで二人ずつ組作って、ツッコミやりなさい。ツッコミ誰でもできるから。全員できるから、ツッコミやりなさい。そのうちに、教会行きたいわ、とか、聖書って読んでみたいわとかいうの出るから、それ特定者っていうの。
それは毎週訪問しなさい、そういう人は。それでイエス様を受け入れるように個人伝道しなさい。これは私のやり方。八王十五も全てに福音を。そのために少なくとも5つ教会作らないと浸透しないの。これやるなら渡す。やらないなら渡さない。って言ったらですね。だから実行力ありますから、俺に任せろ。っていうか、任せました。彼文字通り実行しましたよ。ね。それで、ずっとね、八王の名物になりましたね。礼拝をみんなで、二人で組みんなでずーっと配るでしょ。ね。それでね、20年で12教会作りましたね。20年それやって。今もっと増えて20以上になりました。ずーっとやってますからね。わかります?これはね、作戦教会作るためにやってんじゃなくて、すべてのものに福音を述べ伝えなさいというね、イエスも命令通りの実行、命令通りの伝道を実行しただけのこと。そしたらこうなるんですね。それがもう一つの命令は何ですか?立派な弟子をしなさい。すべてに伝えるでしょう。そうしたらね、誰か救われます。救われた人を立派な弟子とすること。立派な弟子って何ですか?それはね、それは伝道できるクリスチャンですね。もう一つ、教会作りできるクリスチャンなんですよ。もう一つは。はい、それが命令の第二ですけども、あなた方行ってあらゆる国民を弟子としなさいでしたね。で、それを最も中心にあったのはエルサレム教会で、なんとね、このエルサレム教会の信徒はすごかった。弟子化されてましたよ。人の働き8章の4節読みますね。他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。これ誰のことですか?エルサレムの信徒のことですね。エルサレム教会で激しい迫害が来まして、人たち以外のものは皆散らされたんですね。8章の1節、サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外のものは皆、ユダヤとサブリアの諸中に散らされた。皆さん、よく伝道していたエルサレム教会に激しい迫害の北風が吹いてまいりまして、人たち以外のものは皆散らされた。ですね。十二使徒は残ったのはエルサレムに。でも、信徒散らされた。この散らされた信徒もすごかったんですね。4節、他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。彼はですね、迫害の中、伝道しながらね、ぐるぐる、エルサレムと、から出されて、ユダヤと諸地方を伝道して歩いたんですよ。わかります?その信徒伝道の結果、どうなりますか ?9 章31節に、信徒だけでやった伝道の結果が書いてありますね。はい、31節、こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地のあたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。皆さん、なんと信徒だけで伝道して、たくさんの教会がやってきたんですね。わかります?つまり、エルサレムの教会の信徒たちは、よく訓練されて、弟子化されていたんですよ。だから、エルサレム教会は模範的にですね、すべての、エルサレム中のすべての人に福音を伝えました。と同時に、立派に救われたものを弟子化していました。ですから、指導者なしにでも、この信徒たちは伝道して、たくさんの教会を生み出しましたね。これは本当の伝道なの。わかります?伝道というのは宣教大命令を実践すること。それを実践すると大きな実を結びます。初代教会、地上最初の教会、エルサレム教会は私たち見事な模範を示しました。すべてに伝え、救われた者を立派な弟子とし、指導者の心を伝道できる立派なクリスチャンたちを作ってきました。私たちもそういたしましょう。このテレビはそのために用いられたら幸いであります。お祈りいたします。天の父を感謝します。こうして、地上最初の教会、エルサレム教会は、イエス様の宣教大命令を文字通り実践しました。どうぞ、日本の教会の一つ一つはそのように、イエス様の宣教大命令を文字通り実践する教会として、豊かに豊かにこの世の終わりの時にお持ちくださるように。
諸教会の模範として日本の教会をお持ちくださるように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。ではお願いします。お会いしましょう。